DeNA 大手。 DeNA は CS5 連勝、巨人の優勝アドバンテージを含めたファイナルステージの対戦成績を3勝1敗とし、7年ぶりの日本シリーズ出場へ大手。一体何が起きてるんだ。容姿あと5勝。これは下克上日本一ある。安明今日の勝負で 500g は痩せただろ。これ巨人さんが不調なのよね。戸柱もようやっとる。これ完全に巨人は調整ミスだろ。赤い優勝してまう。もしやべえって守備が下手なんじゃなくてスタミナがなくて長期戦だと集中が続かないとかなんか。負け役で出てきたはずなのに勝っちゃうドッキリだろこれ。なんでこんな鉄壁なチームになったの。貯金2で日本シリーズは草。勝利打点ワイルドピッチ。暴報 CS5 試合未だ失策ゼロ。守備が硬すぎる投手もめちゃくちゃ粘る。そりゃ勝つわ。吉野で勝つとかこれはいけるわ。勝負師サウラだけが見えたもの。それは安明2イニング。この記事がついに受け継がれる時が。ドービンとなった修学旅行生が空港ロビーに抱かれた無数のストロボに目を丸くする。え、誰誰。今度は口が開く光の中から現れたのは短期決戦の鬼三浦大輔。巨人を完膚なきまでに叩きのめした名将だ。吉川いないとこんな弱いんだな。巨人打ちも集中した野球やってるけどこの投手でソフトバンクを抑えられるはずはないわ。トラヤが勢いをつけたうちのおかげやろ。もしかしてこれを予想してシーズン中からアウェー戦を戦ってたんかな。